はい、どうも皆さんこんばんはということで、1月の20日の水曜日、子育て日記をやっていきたいなと思います。いや、今日遅くなっちゃってね、今10時46分、これ間に合うかな今日中にまあいいから、ちょっとやっていこうかなと思います。いや、今日ね、非常に嬉しい映像が撮れて、ね、今日も本当に嬉しい映像が撮れました。で、ご飯がペレットと、ブロッコリー、あと小松菜茹でたやつですね。あとささみに、煮干し。そこに、これさ、乳酸菌さ、昨日ね、その固形のものを食べてる映像を確認したじゃないですか。だからね、乳酸菌をね、わざわざすり金器ですりおろしまして、それを入れました。うん、赤ちゃんたちが、まあ、食べても、まあ問題ないようにっていう感じですね。さあ、今日も、元気ですよ。もう3人とも元気に動き回ってますね。いや、もう本当にね、ハムスターらしくっていうか、キンクマらしくなってきましたね。うん。猛食もちょっとね、なんていうのかな、茶色っぽくというか、黄土色っぽくっていうか、ね、色合いになってきたので、すごいね、可愛らしくなってきましたね、だんだんね。まあ元から可愛いんですけどね。うん。さあ、そうそう、これね、すっごい嬉しい映像が撮れて、これ見えますかね？自分のうんちを、この子が自分で食べてるんですよ。これね、ものすごく大事なことで、本当にこの映像が今日撮影できたとき、昨日に引き続き、足プルプルしてない？大丈夫？昨日に引き続き嬉しかったですね。今日もちょっとテンションが上がりました。で、なんでね、この自分でうんち食べてる姿がすごい大事かっていうと、まあ、一回ね、動画にもしたんですけど、ハムスターってね、あ、何？お布団かけてんの？自分でね、食べたご飯を栄養が足りないなと思ったら、一回糞に出して、その糞をもう一度自分の体の中に取り入れるんですよ。だからこれをしているっていうことは、お母さんからもらったミルクの栄養とか、あと自分で食べた栄養をしっかりとね、また自分の中にもう一度供給しているっていう証拠なので、すごい喜ばしいことですね。うん。うん。うんち前うだったみたいですね。だから、ああ、そうそう。これね、しばらくしたらハム子がね、ちゃんとまた子育てに戻ってきまして、うん、微笑ましい映像ですね、こういうのね。で、そうそう。初めてね、赤ちゃんを産ませるっていう人とか、赤ちゃんがうんち食べてたら心配になったりとかすると思うんですけど、全然大丈夫です。むしろね、すごくいいこと。これは本当にもし赤ちゃんがうんちを食べてる姿を確認できたら、褒めてあげてほしいぐらいですね。うん。そんな感じの今日は動画になりました。そう。嬉しかったのよ、今日。あ、そう。あ、魚は出すのね。なんかね、魚は食べてくれないんですよね。上にも一匹残ってるしね。まあ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 、でもカルシウムの元なのでね、一応入れることは入れるんですけどね。そう、あと今日さ、キャベツ入れようと思って、キャベツも準備してたら入れ忘れちゃった。まあ、そんなこともあるよねっていう感じでね。うん。一応今日赤ちゃんもね、食べると思ったんで、ちょっと量増やして入れたんですよ。そう。まあそんな感じの工夫もしながら、今日一日終わったっていう感じですね。はい。ではまた明日の子育て日記でお会いしましょう。またね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ではまた。